パフィオペディルムリーミアヌムファファイアピーデラムリマーヤナムはパフィオペディルム属の卵化植物。小型の花を一つの花形に連続してつける。小型の地生卵。葉は線状絶型で長さ10から20センチメートル。表は緑色と単行緑色の半紋が入り、裏面には濃い紫色の細かな点が横縞模様を作る。葉の円は波状になる。 葉の数は5から7枚程度。花は不定期に出て、花形は斜めに立ち上がり、高さ15から25センチメートルになる。多数の花をつけるが、開花は一つずつ咲くために開花期は長期にわたる。花が咲くと花形が角度を変えて伸び、その先端に花をつけるので、花形の花のついていた部分がジグザグになる。はラン系で、緑色、円に沿って幅広く白くなっており、 また、基部は褐色を帯びる。側が辺は水平に出て、光線形、先端近くで1回転ねじれる。色は、帯黄色の地に、紫褐色の斑点が、横縞模様を作るように入る。円は波打ち、白い毛を生じる。神弁は、下側が丸く膨らみ、桃紫色に濃い桃紫の細かな斑点が、全体に出る。種名の由来は発見者である。 KW リームにちなむ、スマトラに賛する。同族のビクトリア・アレギナ・ピー・ビクトリア・レジーナは、本種の基本足とされたことがある。その際の本種の学名は、ピー・ビクトリア・レジーナ・ SSP ・リマーヤナムである。また本種とほぼ同じ形態ながら、紫の色素を含まず、花全体が、黄緑色のものがある。本種の変種として、バリエーション、プリムリナムとすることもあるが、 独立種として扱いとすることも多い。形態的にはほぼ同じだが、花はより小さくその径は6.5から7センチメートル程度。洋蘭として栽培される。ありがとうございます。